イワッツアップ YouTube どうも、ソーシャルミュージックです。はい、ということで本日はですね、ニューキックスの紹介なんですが、今回紹介するスニーカーはですね、多分昨日動画アップしてると思うんですが、カジサクチャンネルの安武さんとお二人で並びに行って買いたい一足を紹介したいなと思います。で、その今回買ってきた一足なんですが、結構前にリークが出たタイミングからですね、僕はもう絶対に買うと決めてた一足です。で、実際に並んだ後にですね、スニーカーズとかを見ていると、まあ、全サイズリストックされてたりしたので、まあ、並ばなくても買えたんじゃないか説はあるんですが、一応動画説明欄の方にですね、並びの時の動画のリンクも貼っておりますので、まだ見てないという方はですね、ぜひ見ていただければなと思います。で、並び動画をですね、見ていただいた方は何を買ってきたかっていうのはわかるかなと思うんですが、その買ってきた一足でですね、動画の後半でちょっとした検証をしてみたいなと思います。ということでですね、その買ってきたものなんですが、今回表参道のアトモスで買ってきたんですが、中の箱がこちらのですね、エアフォースワンの箱。で、今回買ってきた一足というのがですね、防水性であったりとか防風性に優れた一足となります。ということで、その肝心の中身がこちら。ナイキエアフォースワンローゴアテックスダイナミックイエローでございます。はい、ということで今回紹介するスニーカーはこちらの一足。まあ、この季節ですね、ぴったりの一足なんじゃないかなと思います。で、まずですね、このモデルの説明なんですが、全天候型素材ゴアテックスを使用したエアフォースワンとなります。アッパーにはレザーとメッシュ、そしてゴアテックス素材を採用。ヒールサイドにはゴアテックスのテキストを刺繍で配置。で、ローカットはですね、トータル4色リリースされたんですが、僕はこちらの黄色を買ってきました。で、店舗に並びに行って、抽選でくじを引いた時に18番だったんですよ。まあ、それで結構余裕だろうなと思って、お店の中に入ったらですね、僕は今回27センチを買ったんですけども、その27センチがラストの展示品のみだったんですよ。ちょっと焦りました。まあ、後々ですね、スニーカーズを見たら全サイズリストックされてたので、まあ、焦る必要もなかったんですが。で、このゴアテックスという素材なんですが、なんとなくでこういう素材だろうなっていうのはわかるんですが、具体的にどういった素材なのかっていうのを知らなかったので、今回調べてみました。で、これ調べてみてですね、僕自身ゴアテックスのことについて全然知らんねやなって思ったのはですね、もう完全に生地のことやと思ってたんですよ。で、分かったのがこの表面の生地と裏生地の間にですね、薄い膜みたいなものが入っているみたいなんですが、それがですね、ゴアテックスメンブレンと呼ばれるものみたいなんです。これはね、もう恥ずかしながらマジで知らなかったです。で、そのゴアテックスメンブレンなんですが、拡大するとですね、網目状になってるみたいで、水は通さないんだけども、水蒸気を通す仕組みになってるみたいなんですよ。なので、シューズを履いた時にですね、この内側の熱気っていうのはちゃんと逃がしてくれるみたいです。ただ、仕組み上ですね、外からの水蒸気っていうのも通ることは可能みたいなんですが、ただ、水蒸気自体がですね、あったかくて湿ったところから冷たくて乾いたところに逃げるみたいなので、実際に着用していると、外から入ってくるっていうことはないみたいです。ちなみに湿度が 80% 以上とかになってくると外からも入ってくる可能性はあるみたいなんですが、ただ湿度 80% 以上ってなかなかないですよね。で、このゴアテックスがリリースされる前日なんですが、千駄ヶ谷のアトモスでアトモスジャムが開催されておりまして、まあ、そこでゴアテックスが体験できるといったようなコーナーがあったんですが、本当に水につけてみてとかもいろいろできたんですけども、本当にすごいなって思いました。マジで防水スプレーいらずなんじゃないかなって思いました。で、並びの動画の中でも少し話したんですが、お子さんがいらっしゃるパパにはぜひおすすめしたい一足かなと思っておりまして、というのもですね、お子さんと遊ぶとき、例えば外とか砂場とかで遊ぶときなんですけども、絶対靴って汚れるじゃないですか。まあ、そういったことも防いでくれるので、これはおすすめできる一足かなと思います。まあ、汚れにくいですし、本当に長く履ける一足かなと思います。ということで、そのゴアテックスがですね、一体どれぐらいのものなのかっていうのをね、ちょっと検証したいなと思ってるんですよ。そのためにですね、Amazon で、はい、こちら水槽を買いました。まあ、ここにですね、水を入れて、まあ、スニーカーを入れて、どれぐらい水を弾いてくれるのかっていう検証をしてみたいなと思います。ただこれ思ってたよりもちっちゃいな。水入れてきました。ということでね、早速ここにつけていってどんなもんなのかっていうのを見ていきたいなと思います。ということで、アングルを変えてやっていきたいんですが、もう早速入れていきましょうかね。こんな感じです。突っ込んでいきましょう。どれぐらい水を弾くのか、いきます。
ね。これ分かりますかね。完全に水につけております。これで中に入ってきてないのか。お、すごっ。全然いけてんな。撥水もすごいな。まあさすがにね、この辺に関してはもう間から水が入ってくるので、それはちょっと防ぎようないかなと思うんですが、すごっ。こう押したらこう水を弾いてる感覚あるっすもんね。こうスッて入ってくれない感じ。はい、こんな感じです。ちゃんと弾いてくれてる。これマジで防水スプレーいらずっすね。まあ、この撥水がですね、どれぐらい持つかっていうのはわからないんですが、まあ、もしかしたら定期的にね、防水スプレーとかを振った方がいいかもしれないんですけども、いやさすがにちょっとすごいな。これはもうこれ全然中濡れてないんですよ。普通ね、こう間から染みてくるんじゃないかなって思ったんですが、全く大丈夫っすね。結構ね、ぼちゃ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 つけてたんですけど、全然大丈夫だな。まあもちろんそもそもの素材でもちゃんと水を弾いてくれるっていうのもあると思うんですが、まあプラスアルファで防水スプレーとか撥水系のものをこうかけておけば、より効果を発揮するんじゃないかなって思います。まあ振った方がよりいいっていう感じですね。ただこの検証をやるためにですね、この水槽を買ったんですけど、どうしましょうかね、これ。まあ、また何か検証系の動画を撮るときに使いましょうかね。いつか使うかもしれないので。はい、ということでいろいろ見ていきましょう。Letting go when I want
what it used to be. Not letting go when I want to. Trust me, you don't wanna know, wanna know. How is night after night, night after night out. Searching after miracle, miracle. はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、この動画を撮影しているタイミングで、まあ、色であったりサイズに限りはあるのかなと思うんですが、まあ、ナイキのオンラインにも残ってたので、まあ、店頭にももしかしたら残ってるかもしれないんですが、まあ、動画を見て気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日はミューキックスナイキエアフォースワンローゴアテックスダイナミックイエローでした。本日の動画が良ければぜひ高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済み入れない方は、動画の最後に出てくる真ん中のアイコンをクリックするか、動画の下にですね、チャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきまして、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、Twitter や Instagram などもやっておりますので、こちらの方もぜひチェックよろしくお願いいたします。まあ、今回リリースされたゴアテックスのシリーズだと、多分白のハイカットがですね、一番人気だったのかなと思うんですが、まあ、あれに関しては多分履かなくなりそうだなっていうので僕はやめたんですよね。ただあのハイカットのシリーズに関して言えば、まあ、雪が降る地域の方には結構おすすめできる一足なんじゃないかなと。っていうのもアウトソールがですね、結構凹凸、冬仕様になっているので凹凸がついているんですよね。なのでそういった地域の方々は結構あれ使える一足なんじゃないかなと思いました。ちなみにご覧いただいている方の中でハイカットの方を買われた方っていらっしゃいますかね。もしいらっしゃればそのハイカットを履いてみた感想などもぜひコメント欄に書き込んでいただければなと思います。この水槽ね、まあ、何に使おうかな。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。 See you later. バイバイ。で、その並び動画を見ていただいた方は何を買ってきたのかっていうのは分かるかなと思うんですが、その買ってきた一足でですね、で、分かったのはですね、この表面の生地と裏生地の間にあるですね、角になる薄い膜があるんです。で、分かったのがですね、この表面の生地と裏生地の間にあるで、Get the air, get the mic, show me what you got.